天文。天文。1978年2月23日から2001年5月18日は、日本の競争馬、繁殖品馬。1980年に、中央競馬でデビュー。同年朝日杯三歳ステークスを制し、優秀賞最優秀三歳品馬を受賞。翌1981年春には、クラシック競争の優秀品馬。 オークスに優勝したが、同競争後の休養中に、関東地方へ上陸した台風15号の影響で、競争能力を失う重傷を負い、引退を余儀なくされた。同年には、同歳優秀4歳牝馬を受賞している。主戦騎手は、島大佐夫。2000年以前のバレーは、当時に奈良数を江戸市で記述する。1978年。 北海道静内町の松田牧場に生まれる。父は数々の活躍馬を輩出していた。リマンド、母は競争馬時代に重傷2症を挙げたレデースポートという両血馬だったが、幼子馬時代はおとなしく目立たない馬だった。生後3ヶ月余りで母が長年点により死亡し、以降は人の手で育てられる。その後代々この血統に縁がある稲葉幸雄に勾配され、 千葉県の千代田牧場で育成長教を積まれた。1980年3月、茨城県美穂トレーニングセンターの稲葉のもとへ入球。気象のおとなしさは変わらず、こんなにおとなしくて大丈夫なのかと担当休務員疑問を抱かせたほどだったが、入球後間もなく、トレーニングセンター内で放牧中に1.5メートルほどの柵を飛び越えてみせ、 バネがなければできるゲートではないと稲葉を喜ばせた。さらに調教を開始されると、優れた身体能力と闘争心を見せ始めていった。同年7月、新潟開催の新馬戦で、稲葉級車所属の島大佐を安城にデビュー。直前の調教で一番時計を出して一番人気に、支持され、初勝利。その後の二層は増えての重馬場に足を取られて、赤敗したが、続く。 白木区賞で、翌年のボバクラシック戦線で活躍するサンエソロン、親ぶり2勝目を挙げた。迎えた、関東の3歳王者戦、朝日杯3歳ステークスも、ボバ相手に勝利。頻馬の優勝は、史上7投目で、優勝タイム1分35秒後は、史上2番目、当時の記録だった。この年、最優秀3歳頻馬に選出。なお、朝日を勝った後から、 稲葉の元には、なぜ天文を、サツキ賞や日本ダービーに登録しなかったのかという、手紙や電話が数々寄せられた。稲葉はこれについて、なるほど、他の旧舎ならそうしたかもしれません。仮に、サツキ賞やダービーに出したとしても、無様なレースは、しなかったと思います。しかし、鉄板材と天文では、時代が違う。レース体系が違う。現代の品馬は、 現代の道を進ませるべきだと考えましたと述べている。明けて4歳、京成杯でも、再びボバを破って勝利すると、当時史上最強頻馬と言われたテスコガビー以来の頻馬との評価を受け始める。続く、クイーンカップで頻馬限定戦に初出走、圧倒的な一番人気に支持されたが、頻馬クラシック初戦の大賀賞を見越して、馬体を急激に絞ったことが影響し、 デビュー2戦目のカバリエリエースの3着に敗退、さらに競争後には熱発を起こした。体調はすぐに回復したものの、予定していた前哨戦には出走できず、大賀賞へ直行となった。当日は雨の影響で苦手の不良馬場となり、3番人気の評価となった。レースでは中段を進み直線で追い込んだが、早めに抜け出した重馬場号車のブロケードに3馬進反差を、 つけられ、二着に終わった。島田沙央は、この敗戦について、天に行けないので、大歌唱向きではない。両場上なら、負けなかったが、逆にこの二着でオークスは、絶対に勝てると思うと語った。また、担当級務員の大谷正彦も、増えての馬場で二着に入ったことから、オークスへの希望は膨らむ一方だったと実感している。頻馬クラシック二戦目の優秀頻馬。 オークスでは一番人気に支持される。レースは前半1000メートルを59秒1というハイペースを中段から追走すると直線に向いて一気に抜け出し、そのまま独走状態となって2着に庭新本差をつけて優勝した。騎手の島田、調教師の稲葉は、いずれも史上最多、稲葉は対記録となる通算5度目のオークス制覇となった。競争前より、 屈ン園の兆候が出ていたため、オークスから3週間後に九十九里浜で休養に入り、以後は海水浴などをしながら療養を続けた。しかし8月23日、休養先の牧場が台風の直撃を受けた影響で腰から左腰にかけて重傷を負った。怪我の原因については、強風で崩れた拉致の下敷きになった、あるいは近郊の川の氾濫で、 放牧地が使えなくなり、馬がストレスをため、被災後の初放牧で勢い余って転倒したと、諸説あるが、いずれにせよ天文は、背中から後むくろにかけて、麻痺を残すことに行った。以後出走することはなかったが、当年は、エリザベス女王俳優賞のアグネス・テスコと最優秀4歳ヒーン馬を同時受賞。その表彰式の席上で稲葉から引退が、発表された。後年 島田はその能力を表し、天文という馬には、凄みがあった。レースでも気象面が素直で挙しやすかった。ひたすら走るところが素晴らしい。胴長で、無駄な肉がなく柔らかで、思い切り、手足を伸ばして走るので乗り心地が良かった。外車と国産車の違いのようだった。これだけの名品に巡り合えたことはラッキーだった。もし、九十九里の事故がなかったら、 距離的な心配もないし、エリザベス女王杯はもちろん、天皇賞や有馬記念を勝ったかもしれませんねと語った。また、1999年に雑誌ナンバーが行った最強馬アンケート、私が手掛けた馬編では、グリーングラスを上げた後に、頻馬では天文。無事なら、透明より上と回答している。引退後は、繁殖頻馬となったが、 怪我の後遺症により出産に負担がかかるため、思うように種付けは行われなかった。目立った産句もなく、わずかに、天山テイスト、父の山テイストと、青の門、父、パーソロンが血統を買われて種母馬となっただけである。それでも、天山テイストからは、地方競馬での活躍馬も出ている。2001年5月18日、老衰のため23歳で死亡した。 孫に1 9 9 9年の青葉賞2着、弥生賞3着馬、マイネルシアターがいる。競争名太字は8大競争。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。